国ヘッセン州オーデンバル軍軍軍に属しでで同軍の軍長所在地であるエアバッハを流れるミュムリング川、エアバッハは、オーデンバルト内、ミュムリング川の渓谷の標高200メートルから560メートルに位置している。エアバッハは、北は、ミヒエルシュタット、東は、市場町のキルヒツェル、南は、ヘッセネック及びベアフェルデン、西は、モサウタールと境を接する。 2009年に隣接するミヒエルシュタットと合併するという計画案があったが2007年11月の住民投票で却下された。当面は両市の共同事業を深め場合によっては数年間で検討すべき合併案を新たに作成しその可能性を探ることになった。1972年の市町村再編の枠組みに基づいた合併が行われてこう。エアバッハは 以下の12の区で構成される。エアバフ橋議会は31議席からなる。2018年3月4日の市長選挙で、ペーター・トラウプは60.0%の票を獲得して、現職のハラルト・ブッシュマン、アンドレアス・バーグナーを破って市長に選出された。市の紋章は赤字で向かって左上から右下に青い川が流れる。川の中に赤い3つの星が描かれている。 三つの星は、1806年まで、オーデンバルトの領主であったエアバッハ博の紋章にある二つの赤い星と一つの白い星からなる三つの星に、習ったものである。エアバッハ城エアバッハ博の古い城塞は、18世紀に、当時の様式に則った城管に改築された。博の住居はその地位にふさわしいものではなかったため三棟からなる城管が計画されたが、 その中央部分だけが実現した。ファサードの大部分は赤色砂岩ではなく、それらしい色に彩色された金属や木で作られている。エアバッハ城の白のコレクションは、考古学好きで骨董収集家であったエアバッハ白、フランツ一世のコレクションをほとんどそのまま保存している。2005年に、ヘッセン州はこの城巻を1300万ユーロで購入した。 上官庭園の後期バロック様式のオランジュリが上官のアンサンブルに含まれている。フランツ一世像1970年代にオランジュリと上官庭園を取り壊して高層ホテルを跡地に建設する計画が策定されたが市民主導の反対運動がこれを阻止した。2005年6月28日に上官庭園にあった最後のエアバッハ博フランツ一世像の台座が崩壊し、 像が壊れてしまった。この像は二人のダルムシュタットの女性芸術家とエアバッハ市民によって修復された。費用は州文化財保護局からの補助金と市民の寄付によって賄われた。ドルフイコールエアバッハ区にはエルトバッハ川が完全に地中に染み込む染み込み口があり、地質学的に重要である。エルトバッハ川はシュトックハイム近郊で再び火の下に流れ出してくる。 ドイツ造毛博物館エアバッハは1966年に設立されたほぼもっぱら造毛芸術を展示するヨーロッパで他に類例のない博物館である。ここでは地元彫刻家の創作の様子を見学することもできる。エアバッハのビーゼンマルクトはもともと1960年代までオイルバッヒの市場またはオイルバッハのビーゼンマルクトという名称であった。オイルバッハは現在 隣接する、ミヒエルシュタットの地区である。この市場はこの地域では重要な家畜、馬、農作物の市場であった。この家畜、農作物史は19世紀末あるいは20世紀、初めにオイルバッハ博からエアバッハ博に移管された。1960年頃までには、家畜農作物史の添え物であった競馬や、その他の馬術競技が、オイルバッハの市場の中心、 ビーゼンマルクトの入り口にある出典ハウスがオイルバッハの市場、少なくともその一部が19世紀中頃にはすでにエアバッハで開催されていたことを暗示している。1848年、ここで革命家たちが集合し、射撃場近くの会場において、ミヒエルシュタットの革命家で弁護士のルートボー暴言の管理家で歴史的なオーデンバルトの人民集会が開催されたからである。 最後に統治を行ったエアバッハ博フランツ・一世は1783年に造牙細工を持ち込んだ。これ以後、この町は造牙都市というニックネームも付けられた。多くの芸術家がこの地に今日構え、その作品や仕事ぶりは現在この町にある造牙博物館で簡単することができる。1898年から動物保護の理由から、 造毛の取引が完全に禁止され、現在は例えば動物の牙といった類似素材に変えられている。素材としてとてもに微妙に異なる色合い以外は造毛とほぼ同等である。エアバッハは連邦道 B45 号線、B47 号線及びオーデンバルト鉄道沿いに一致している。1970年代からあった B45 号線のバイパス道路計画は 決戦州の投資計画に再び取り上げられた。ありがとうございます。